レッドレンザー有限号司会社は、ドイツの造林源、ノルトベストファーレン州を拠点とする LED ライト製品とモバイルエネルギー製品メーカーである。2019年現在、ドイツ本社に約115人、中国の生産工場に約800人の従業員を抱えているほか、世界の主要国に自社の拠点を構えている。ドイツ本社では、 製品開発や販売を行っている。日本では2015年に東京都墨田区に現地法人のレッドレンザージャパン株式会社を設立し日本国内での販売事業を展開している。1993年に双子のオポルカ兄弟ライナーとハラルドはドイツベルリン南西部のベイリッツにスタールワーン・コンター GMBH 商社を設立しナイフ、ハサミ、 高製品などの販売を開始。1997年、同社はザバイブルーダーシュタルワーン・コンター・ GMBH という名前でゾウンゲンに移転し、現在も本社拠点として使用されている。同社の建物は2002年に改装された元ガラス工場のマシルゲンハットである。2002年に会社の名前はザバイブルーデラプトエレクトラーニックス GMBH に変更。 2000年、オポルカ兄弟は 5mm 日夜 LED を組み込んだ新製品を開発した。2000年後半に発売された、ホトンポンプ V8 と名付けられた新製品はリムに穴があしらら割れた印象的なデザインが特徴で、そのデザインは現在まで同社製品に引き継がれている。V8 は現在までに世界80カ国で、 1> 約1200万本販売の実績を出している。ドイツの造林リンゲン、ノルトベストファーレン州を拠点とする本社、レッドレンザーシリーズの製品は、2001年から、レッドドットデザイン賞、デザインプラス、グッドデザイン賞、イフデザイン賞など、数々の国際的なデザイン賞を受賞している。一部の製品については、複数の賞を受賞している。さらに、2016年に、 業界の卓越性ブランディングのカテゴリーでドイツブランド賞を受賞した。レッドレンザーは革新、統一感を持つブランド管理、持続可能なブランドコミュニケーションの面で著名な審査員に評価された。レッドレンザーはフラッシュライトに搭載する高度なフォーカス機能、アドバンスとフォーカスシステムを開発した。このシステムはレンズとリフレクターの組み合わせにより、 あらゆる焦点の高品質なライトコーンを作り出す。さらに、スライド方式により片手での操作を可能にした、ラピッドフォーカスも、レッドレンザーの革新技術として評価されている。オポルカ兄弟は、100件以上の特許とデザインパテントで、独自の開発と製品を保護している。2011年1月、米国オレゴン,ン州ポートランドのレザーマンツールグループが、 ツバイブルーダップトエレクトラーニックス GMBH の過半数の株式を買収し、同時に会社名をツバイブルーダップトエレクトラーニックス GMBH&COKG に変更した。これ以降、ツバイブルーダはドイツでのレザー,アーマンマルチツールの輸入と販売も担当した。2017年12月21日以降、 会社名はレッドレンザー GMBH&COKG に変更した。その後、2018年12月6日に、同社はレザーマンツールグループによって、複数の株主、特に過半数の株式を保有するアファイナムオクタ、ベタイリーグンスゲゼルシャフト MBH&COKG に買収された。また、 インビジアンとレッドレンザー運営側も他の株式を所有する。現在、レッドレンザーはイタリア、スイス、日本、及び米国に独自の視点を持っている。生産は100%子会社、高等省の中国南海岸に拠点とするレッドレンザーコーポレーションリミテッドが行っている。レッドレンザージャパン日本では2015年に東京都墨田区に 現地法人のレッドレンザージャパン株式会社を設立し日本国内での販売事業を展開している。従業員数16名、東京、大阪に物流倉庫を構えている。また、レッドレンザージャパンは100%子会社としてドイツ本社と緊密な連携を取りながらアジアマーケットにおけるマーケティングハブとしての機能も期待されている。 レッドレンザーの製品ラインナップには、懐中電灯、ヘッドランプ、キーライト、リビングルームライトに加えて、消防隊、救急隊、警察、特殊部隊のニーズに合わせた防爆型特殊、ランプ、ダイビングランプなどの製品も含まれている。懐中電灯、レッドレンザー T7M レッドレンザーは、様々なサイズの多用途向けの懐中電灯を開発。 懐中電灯はシリーズによりデザイン、ルーメン、搭載されるテクノロジーが異なる。例えば、P シリーズは特別な出力コントロールを持たないのに対し、M シリーズにはマイクロコントローラーが装備されている。M シリーズの M7、MT7、M7R 及び M14 はマイクロコントローラーにより出力を制御することができる。P シリーズとは異なり。 M シリーズでは出力タイプを選択し、バッテリーの消費時間をカスタマイズすることができる。レッドレンザーは、懐中電灯の使用時間に対して、独自の測定方法を採用しており、省エネ機能を持つモデルの点灯時間を示し、省エネモデルの明るさが一ルーメンに落ちるまでの時間を測定している。省エネ機能のないモデルは、ライトの最大輝度が一ルーメンまで低下するまでの、 時間が測定される。一部のモデルには革新的なフローティングチャージシステムも搭載されている。このシステムでは充電プラグの接続作業なしで懐中電灯本体のテール部にあるメタルスイッチとマグネットを内蔵したチャージャーの端子を磁力で接触させることにより充電を行う。このテクノロジーにより 懐中電灯は常に充電されており、すぐに使用できる状態になる。レッドレンザーヘッドランプ H7R2 レッドレンザーは、スポーツ、アウトドア、プロ用のヘッドランプも開発している。ネオ、ツヨ 19R、SEO、H シリーズのヘッドランプなど、個別のニーズを踏まえたソリューションを提案する。ヘッドランプは、異なるルーメンと稼働時間を備えている。レッドレンザーは、 スポーツやレース活動を通じて、世界中で、積極的な宣伝活動を行っている。ドイツ本社公式サイト、w w w r e d l e n z e r c o m 日本公式通販サイト、w w w r e d l e n z e r c o j p アワーズウうんとテスタータイルタスカーランピンうんと、スターンランピンレッドレンザー。2019年8月23日閲覧。 テクナラジーインでアタスカンランピンウントスターンランピンフォンレッドレンザー2019年8月23日閲覧カールライナーブロークワーベックカンドンフォンエウヘイテンビッグスタートソリンガートガブロットで2018年2月23日閲覧アファイナムマネージメント GMBH ビアとメイハイツガセヨシフヘターデアレッドレンザー GMBH&CO KG2019 年8月23日閲覧ありがとうございます。